はい、メチです。はい、メチです。今回これですね、鶏とスープだけ。鶏とスープだけを食べてみたいと思います。これ以前あったはずやん、多分。これも多分リニューアルというか新登場バージョンかな、これ。黄金鶏油中華そばって書いてますね。阿波踊りの出汁と2種の、醤油ブレンドと、鶏節エキス中 58% って書いてる。なんか何かでわかる。魚介の旨味溢れ出す出汁パック付き。風味豊かなスープにしなやかな中華麺がよく絡むってなってますね。なんかこれなって、見たら、左右10回揺らして、かつお節、昆布、サバ節、焼きあごしようってなってる。で、10回増えなあかんねんな。具がないねんな。麺とスープだけやから。まあ当たり前か。でも、カップ麺で具があったとしても、ほんまちょっとっていう感じのイメージやから、どんなのかな、これ。で、こちらの方が、カロリーの方が388キロカロリー、タンパク質が 10g、 脂質が 11.3g、 炭水化物が 61.6g と、食塩相当量が 6.6g となっております。いや、これちょっとな、ドキドキしてきた。ドキドキしてきた。ちょっと開けるで。よいしょ、開けまして、これか、出汁パック、先入れ出汁パック。これやっからやなあかんの、これ。袋から中の出汁パックを取り出し、パックをカップの中、カップに入れて、熱湯を注いでください。あ、ほんま、これ先入れなあかんねんな。で、これがスパイシー。スパイスな。で、液体スープ。蓋の上に乗せ、温め、お召し上がりの直前にお入れください。っていうことは、先にこれ入れて、次、これ、待った後に、これ入れたらいいってことやな。だから、左右10回揺らしてってなっても、これどういうことやんの？入れてから、後で10回揺らすってことかな？ってことかな？ちょっとようわかんない。麺これ。麺これな。ほんなら、ちょっとほんま、作り方難しいな。出して、出汁パックを入れ、出汁パック入れたらいいな。入れて、5分後に出汁パックを左右に10回揺らして、この出汁パックを出すってことやねんな。で、その後に液体スープを入れて、スパイスを入れて、OK って感じやな。ほんな、一回出汁パック入れる。出汁パック入れよう。よいしょ。これやな。これ。なんかこれ お茶とかやりそうな感じやな、これ。出汁パックの。出汁パックを入れて、で、お湯を入れて、5分。5分間。待ちたいと思います。はい、5分経ちました。5分経ったので、開けたいと思います。ドン。ほら、来た。来た。ほら、だしのある。これを、10回やるなあかんない。10回、左右に振ってくれってなってるから。行くで。よいしょ。あれ。1、2、3。難しいな。4、5、6、7、8、9、やりすぎか。10、いっぱい揺らしてしまった。だこれは、出さなかね、出し。ちょっと待ってや。ほい、ちょっと。出して、次、液体スープ。液体スープを、入れます。ドン。入れて、ええ匂いしてきた。めっちゃええ匂いしてきた。これやばいわ、これ。ええ匂いしてきたで。では、混ぜるで。混ぜる。いや、すっごいなんか。ああ、ええ匂いしてる。よく混ぜる。ほんま、麺とスープのみ。麺とスープのみ。この麺もどんなんか気になる。麺の感じが気になる。ああ、ええ匂い。こんなもんでいいか。で、次が、スパイスやな。スパイスを、よいしょ。入れる。うわ。これ何のスパイスよ。で、これでもう完成か。完成やな。楽しみ。めっちゃ楽しみ。行くで。よいしょ。
いただきます。お疲れ様です。まず、おスープの方からいきます。あ、美味しい。上品な味。鶏やな。麺やな、次は。行くで。腹減ってるから、行くで。うん。もうちょい混ぜなあかんな、これ。もうちょい混ぜる。美味しい。ちょっと待って、なんかスープ飲む。あ、美味しい。うん。うん。まだなんか麺に染みてない感じする。スープが。細麺で美味しいけどな、これ。昔スープスープ。あー。生き返る。生き返る。で、具がないのがちょっと寂しい。ほんまに。なんか寂しい。うん。なんかちょっと欲しいよな。なんかちょっと具が欲しい、ちょっと。麺一本勝負って感じだけどな。なんか具はちょっと欲しくなってきた。うん。なんかあっさりしてる。うん。鶏ガラっていうのか。どうやねん。こう美味しいけどな。ああ、もうスープがめっちゃ飲める、これ。なんか、冷やご飯なんかぶっかけたいもん。ぶっこみたい、これ。タク的に、ぶっこみの。うん。ああ、スープめっちゃうまい。でも、まあ、麺がまあ、普通っちゃ普通やけどな、これ。ああ、やっぱ俺な、ちゃんと混ざりきってなかったかもかな。そこの方になってきたら、ええ感じやわ、めっちゃ。麺もなんかちょっと染みてる気がしてきた。ああ、今来てる。今いい感じ。いい塩梅。うん。ああ。これいい出汁出てる。いや、俺な、この状態で、ほんまご飯ぶっかけたくなった、これ。うん。で、この、口目がテッカテカなりそうな感じの。この油的なやつで。うん。これ、やっぱな、具欲しいかな、俺。まあ、ご飯ぶっこんでもいいかなと思った。うん、だし最高。